動画をご覧いただきありがとうございます。今回は ADHD 注意欠落多動性障害が楽になる2つのポイントと題してお伝えをしていきます。まず ADHD 注意欠落多動性障害という症状は発達障害の一種になりますが、不注意があったりとか、集中力がなかったりとかですね、あとはじっとしていられなかったりとか、考えずに衝動的に動いてしまうなどですね、のような症状が発生しているものが ADHD という症状になります。この ADHD、注意欠落多動性障害が楽になる2つのポイントの1つ目がですね、まずは現状を受け入れることになります。人はですね、否定するほどそれが、気になってしまって、ますますですね、それが起きやすい状態になってしまいます。例えば自分がもしですね、ADHD だから、注意欠落多動性障害だからといってですね、不注意なこととかですね、集中力がないことをダメだと思うとですね、ますますそこに意識を向けてしまいますので、ますますですね、不注意になったりとか、集中力がないという現実に不思議とつながってしまいます。というのも人はですね、否定をするとそれは問題になります。問題になるから、無意識にそれを何とかしようと気になりますからね、気にする気ってエネルギーって意味がありますので、気にするほど対象にエネルギーを注ぎますので、逆にそれが起きやすくなってしまう。ますからね。ですから、嫌だからこそ、それに意識を向けてしまうと、逆にそれが嫌なことが起きますからね。ですから逆に言うと、嫌だからこそ、それに意識を向けないことですね。そのために、現状を受け入れることですね。不注意な自分を受け入れること、集中力がない自分を受け入れること、じっとしていられない自分を受け入れること、考えずに衝動的に動いてしまう自分を受け入れることが、まずは大事になってきます。受け入れることで、人以上にそれが気にならなくなっていきますからね。気にならないからこそ、逆にそれが発生しにくくなっていきますからね。例えば、気にするとは、野良猫に餌を与えるイメージがあります。野良猫はですね、餌を与えるとそこに居つくんですが、餌を与えなくなるとどっかに行ってしまいますよね。それと同じで、ADHD、注意欠落、多動性障害もですね、その ADHD の症状に意識を向けるほど、ADHD というですね、野良猫に餌を与えることになりますので、ADHD がですね、いつまでも居ついてしまうことになりますからね。逆にこう気にせずですね、ADHD に餌を与えなくなっていくと、不思議とですね、必要以上にこう、症状も気にならなくなっていってですね、ADHD、注意欠落、多動性障害が楽になっていくと言えます。そのためにですね、気にしないために、エネルギーを与えないために、まずはですね、餌を与えないために、まずは、現状を受け入れることですね。現状と現状の自分を受け入れることですね。そうすることで、必要以上に気にすることがなくなりますので、ADHD の症状にもエネルギーを注がなくなりますからね。その結果、ADHD も注意欠落多動性障害もなくなっていくと言えます。では、ADHD、注意欠落多動性障害がなくなる2つ目のポイントとしましては、現状とか自分を受け入れた上で今できることをしていくということになります。例えばですね、基本的にまず受け入れることが大事なのはですね、受け入れて丸から行動するとますます丸をしたくなる結果になりますけど、現状を否定してからですね、行動するとますます逆にですね、罰をしたくなる結果になりますからね。ですからいかにですね、現状に丸をしてですね、から行動した方が丸の結果になりますからね。例えば、その、現状とか自分を否定したまま行動したらですね、不思議とその結果もですね、ますます罰をして否定したくなる結果につながっていきますからね。反対に、現状を受け入れ、自分を受け入れてから行動すると、ますますですね、丸をしたくなる結果につながりますからね。そういう意味で、ある意味、スタートで結果も決まっている部分がありますからね。そういった意味で、まずですね、前提として、現状と自分を受け入れた上で、今できることをされていくと、ますます丸をしたくなる現実につながっていくと言えます。具体的に、例えば、例でいきますとですね、例えば、不注意ですね、注意がないとか、集中力がない場合ですね、
できる範囲でこう自分でチェックする習慣を持つことでですね、例えば、ノートとかにですね、チェックする項目をしっかり書いておくとかですね、何か、話を聞いたらメモを取る習慣を持っていたりするとですね、書くことで記憶にも残りやすいですし、定期的にそれを振り返る習慣、メモを見る習慣を持つことで、ある程度ですね、その不注意を減らすことができますからね。その結果、不注意じゃなくて、ある意味集中することができるようになりますからね。そういった意味で集中力もついてくると言いますので、ある意味で、まあ、未然に不注意を防ぐようなですね、習慣を持っておくとですね、結果的に、不注意も防ぐことになって、集中力もアップすることにつながりますからね。あとはじっとしていられない場合はですね、もう一旦それを受け入れてもらってですね、じっとしなくてもいいような場に環境を変えることも一つの方法になりますからね。まあ、例えば学校であればフリースクールとかあったりしますけどね、自由にこう動いたりできるスクールもあったりもします。仕事の場合だとですね、体を動かす仕事にされたらですね、例えば引っ越しとかですね、あとは荷物を運ぶお仕事もありますけどね。そういった体を動かす仕事をされるとですね、特に現場とかのお仕事は向いてるかもしれないですけどね。体を動かすお仕事をされると、別にこう、じっとしていなくていいですからね。逆にこう事務職とか、じっとしている職業を選んでしまうと逆に辛くなりますからね。ですからあえてこう環境をですね、じっとしなくてもいい、動いてもいい、環境に変えることで、そのじっとしていられないということもですね、とらわれなくなるため楽になっていくと言えます。あとは考えずに衝動的に動いてしまう場合はですね、これも習慣でもありますからね、意識して一旦行動する前に立ち止まる習慣を持つですね、一呼吸を置いてから行動するような習慣を持っていくとですね、例えばこう、動く前にこう一旦立ち止まってですね、例えば目を閉じて深呼吸とかでもいいですけどね、呼吸をしてから一旦です、整えてからですね、行動すると一旦立ち止まりますからね、ですからその衝動性がなくなってきてですね、ある程度こう、建設的な思考というかですね、一旦立ち止まってから、一旦こうワンクッションの判断が入りますからね、ですから、衝動的にですね、危ない行動とかをしなくなっていきますからね。ただ視点を変えたら考えずに動けることは素晴らしいことは、行動力はありますか、素晴らしいことはありますけどね。ただその行動が衝動的にですね、危険とか自分に害があるとか、周りに害があったら、それは社会的に問題にもなってきますからね。そういった場合じゃなければ別にこう、感じて動くことは素晴らしいことはあるんですけどね。ただこう、衝動的に動いてしまったらどうしてもそういうケースもあったりもしますからね。そういった場合は一旦ですね、目を閉じて立ち止まって深呼吸してから行動するとかですね、一呼吸を置いてからですね、ふーっと置いてから行動されると立ち止まりますからね、そういうふうに、人々に衝動的な行動にもとらわれなくなっていくと言えます。ではまとめていきますとですね、ADHD、注意欠落、多動性障害が楽になる2つのポイントとしましては、まだですね、現状と自分を受け入れることで、必要でそれを気にしなくなりますからね。気にしないからそれが起きにくくなっていきますので、結果としてですね、ADHD、注意欠落、多動性障害がですね、なくなっていくと言えます。二つ目のポイントがですね、現状を受け入れた上で、自分を受け入れた上で、今できることをやっていくことですね。不注意であればメモを取る習慣を持つとかですね、じっとしていられなければですね、じっとしていなくてもいい環境、動いてもいい環境に変えていくとかですね、あとはですね、衝動的に考えず動いてしまう場合はですね、一旦立ち止まって深呼吸をしてから動くなどですね、そういうふうにこう、パターンとかですね、習慣とか、環境とかを変えてあげると、今できることをされると、また楽になることにつながりますからね。なおですね、この動画で語りきれていないですね、ADHD、注意欠落、多動性障害が楽になるポイントをまとめたですね、ブログのページのリンクもですね、この動画の概要欄の方に、リンクを貼っておきますので、コメント欄とか概要欄の方にですね、リンクを貼っておきますので、ピンときた方はですね、チェックいただいて、少しも楽なきっかけとして、ご視聴いただけましたら幸いです。あとですね、ADHD、注意欠落障害、非注意欠落多動性障害はですね、言い換えると生きづらさでもあります。生きづらさは習慣を変えることで楽になることが可能です。そしてですね、生きづらさが楽になる習慣をまとめたですね、私の本ですね、生きづらさ卒業の教科書という本も出版しておりますからね、こちらもですね、本についてもこの動画の概要欄の方にリンクを貼っておきますので、より深い部分からですね、生き方とか習慣を変えてでも、ADHD、
注意欠落多動性障害がですね、楽になりたいという方はですね、本の方もご使用いただけましたら幸いです。はい。あとですね、当院では対面、直接お会いしてのダイレクトな、カウンセリングとかですね、施術とか、あとは便利なオンラインですね、ビデオ通話、LINE メールでのカウンセリングも行っております。こういったですね、カウンセリングや施術に関してもですね、この動画の概要欄の方にリンクを貼っておきますので、本気でですね、ADHD、注意欠落、多動性障害がですね、楽になりたいという方はですね、カウンセリングや施術の方もご活用いただけましたら幸いです。あとですね、この動画が何か少しも参考になったとかですね、何か軽やかになったとか、何か安心したとかですね、希望の光が見えたとか、役になったという方はですね、高評価、コメント、チャンネル登録の方もお気軽によろしくお願いします。はい。で最後までご覧いただきありがとうございます。ご縁に心より感謝しています。